サンディエゴはアメリカ海軍の軽巡洋艦、アトランタ級軽巡洋艦の3番艦。艦名はカリフォルニア州サンディエゴにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。サンディエゴは1940年3月27日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社、ホアリバーゾー戦所で寄港する。1941年7月26日に グレースレグラー弁望によって、命名、浸水し、1942年1月10日に、艦長ベンジャミン・カイ・ペリー大佐の指揮下収益した。サンディエゴは、チェサピーク湾での公師公開の後、西海岸に向かった。パナマ運河を通過し、1942年5月16日に、命名元であるサンディエゴに到着した。同地で、空母サラトガと合流して出撃し、 ミッドウェイ島近海に急行したものの、6月4日のミッドウェイ海戦には参加できず、6月13日に真珠湾に到着した。2日後の6月15日、サンディエゴは空母方ネットと行動を共にすることとなり、南太平洋戦線に出動した。8月上旬から、サンディエゴは第17任務部隊に属して、ガダルカナル登場陸に橋を発する。 ソロモン諸島での一連の戦いに参加した。反抗するアメリカ軍に対し、日本海軍は強力な航空攻撃と艦隊攻撃で応戦し、しばしばて痛い損害を与えた。サンディエゴは9月15日の空母ワスプの沈没を目撃し、10月26日の南太平洋海戦では、従順洋艦ローザンプトンペンサコーラ及び軽順洋艦、 ジュノーなどと共にホーネットを護衛した者の,のホーネットは、飛弾大破し、サンディエゴは、ホーネットの放棄に立ち会った。南太平洋海戦の後、日本軍は、ガダルカナル島のアメリカ軍は推備しつつあり、今こそ、島から追い落とす好機と判断し、11月中旬に、大規模な増援部隊の投入を計画した。これを察知した南太平洋部隊司令官、ウィリアム・ハルゼー中将は、 投入可能なすべての部隊と艦船をガダルカナル島に投入することとした。サンディエゴはノーザンプトンや駆逐艦とともに第二次ソロモン海戦での損傷復旧を急ピッチで終わらせた空母エンタープライズを機関とする第16任務部隊を編成し、トーマス C 近景度少々に引きれられることとなった。11月12日遅くから11月15日に かけて繰り広げられた第3次ソロモン海戦では、第16任務部隊は空中援護に専念し、海戦で損傷した戦艦飛衛に、さらなる打撃を与えた。ソロモン方面の戦闘が、日本軍の相次ぐ後退という形で一息ついた後、サンディエゴは、エスピリトサント島を経由して、ニュージーランドのオークランドに帰島した。1943年におけるサンディエゴは、ヌメアを 本拠地都市、上半期はこの方面で、唯一の使用可能なアメリカ空母となった、サラトガ及び、急遽援軍として派生参じたイギリス空母、ビクトリアスと合流して、任務軍を構成し、ムンダやブーゲンビル島への攻撃に参加した。下って、1943年11月5日と11月11日に、行われたラバウル空襲では、サンディエゴは、サラトガと、 軽空母プリンストンを護衛した。その後、サンディエゴはガルバニック作戦に参加してタラワの占領を支援した。12月5日、空母レキシントンがマーシャル諸島沖航空戦で雷撃を受けて損傷し、サンディエゴはレキシントンを護衛して12月9日に真珠湾に到着した。サンディエゴはサンフランシスコに開港されてオーバーホールに入り、 レーダー装置の更新や戦闘式センターの設置及び時代遅れになっていた1.1インチ砲に代わる40ミリ機関砲の設置が行われた。1944年1月、サンディエゴはマーク・ミッチャー中将率いる第58任務部隊に加わった。サンディエゴの対空砲火は日本機の空襲から空母を守るのにはうってつけであった。 サンディエゴは1月31日から2月4日に、かけてのクエゼリンの戦い及び、マジュロの占領を支援したのに続き、2月17日のトラック島空襲、同時期に行われたエニウェトクの戦いと転戦した。サンディエゴは一旦整備のためサンフランシスコに下がって、レーダーを交換した後戦線に戻り、マジュロで第58任務部隊に合流してウェイク島と、 南鳥島への攻撃に参加した。サンディエゴは続くサイパンの戦いと小笠原諸島への攻撃を支援し、6月19日から20日にかけてのマリアナ沖海戦では勝利に貢献した。エニウェトクで休息を取った後、サンディエゴと第58任務部隊は7月下旬から8月に行われたグアム及びテニアン島への攻撃を支援し、9月に入って、 ペリリューの戦いにも参加した。9月21日、第38任務部隊は、マニラ湾地域を攻撃し、サイパン島と、ウルシー干渉で補給と整備を行った後、沖縄島に対して、先制攻撃を加えた。10月12日から15日までの台湾沖航空戦では、襲撃してきた9機の日本機のうち2機を撃墜し、残る7機を退散させた。 航空部隊は台湾各地の飛行場を徹底的に攻撃したが、日本機はその感激を塗って、軽巡洋艦ヒューストンと重巡洋艦キャンベラに魚雷を命中させて大破させた。サンディエゴは傷ついたヒューストンとキャンベラをうるしいまで護衛した。護衛任務を終えて、第38任務部隊に戻ったサンディエゴは、冷凍沖海戦を経て一連のフィリピンの戦いの支援を行った。 サンディエゴは12月17日から18日にかけて遭遇したコブラ台風もひどい横揺れに見舞われながらも無事乗り切った。横須賀軍港に停泊するサンディエゴ。1945年8月30日1945年1月第38任務部隊はルソン島の戦いを支援し潜伏している航空戦艦伊勢及び 日向を攻撃するため南シナ海に進撃した。肝心の伊勢と日向は見つからなかったが、関西機は台湾、インドシナ半島及び香港を片っ端から攻撃し、ウルシーに戻る直前には沖縄を空襲した。サンディエゴは次に1942年4月18日の同リットル空襲以来となる日本への機動部隊の攻撃に参加し、関西機は 伊王島を攻撃した。3月1日、サンディエゴは他の巡洋艦と共に第58任務部隊を離れて沖の大東島攻撃に加わった。ブルシーに帰島して整備を行った後、サンディエゴは九州に対する空襲を支援した。3月27日から28日にかけての夜には、サンディエゴは南大東島への艦砲射撃を行った。 沖縄戦に突入後の4月11日と16日には、サンディエゴは2機の特攻機を対空砲火で撃墜して、他の艦船を守った。ウルシーに再度戻って整備し、沖縄の戦場に参加した後、サンディエゴはサマール島ギュイアンの全身根拠地に帰島し、ウキドックに入居した。7月1日、サンディエゴは第38任務部隊第38.4任務軍の一艦として、 レーテ湾を出撃し、7月10日から8月15日の終戦まで行われた日本各地への攻撃に参加した。終戦後、サンディエゴは8月27日に東京湾に入り、この海域に入る最初のアメリカ軍艦艇として記録された。この時、東京の捕虜収容所から脱走してきた捕虜が仲間の救助を訴え出た。この事件を聞いた春勢大将は即座に 捕虜救出作戦を発動した。サンディエゴは、総会部隊を引き、東京湾を警戒すると同時に、横須賀ュフ地域と戦艦長門を確保した。サンディエゴは一連の日本占領時の任務を終えた後、9月14日にサンフランシスコに外戦した。その後、サンディエゴは、マジックカーペット作戦で復員する、アメリカ軍将兵の輸送に従事した。 1946年11月4日、サンディエゴはブレマートンで退役して経流され、太平洋予備役艦隊に編入された。1949年3月18日、サンディエゴはクラマイナス53に艦首変更される。サンディエゴはそのまま現役に戻ることなく、10年後の1959年3月1日に除籍され、1960年12月に、 シアトルのトッド造船所にスクラップとして売却された。サンディエゴは第二次世界大戦の先行で18個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。